皆さんこんにちは、ゆっちゃんです。ひなです。今日はパパもいます。晩ご飯です。イエーイ。いらっしゃいませ。はい、ご挨拶して。みなさんこんにちは。違う。いかん。間違えた。せーのかさんでいただきます。言ってないよ。かわいい。あんま旬でへん、まだ。明日の方が旬でる。昨日もさ、ゆずきお風呂上がりに、納豆食べてた。風呂上がりに、うん、な、食べる食べる。ご飯は、ご飯食べたらあかんでさ、納豆とお菓子どっちが好きなんて言ったら納豆って言われて、今納豆が好きなの。うん、すごいよ、いうこと言って。いろんな納豆食べてみたいねて。いろんな味のあるやん、種類さ。あれな、いろんなの食べたいん。うん、明日の昼食べる、旬でるから。旬って言わんのかな、関東とか関西だけ。あっ、言うのか、知らん。染み込んでるとか言うのかな、なんて言うのかな。食べるもん、それ全部食べれんの、すごい。もうお姉ちゃんだもんね。うん、帰ってくるたんびになんか成長してる気するね、ゆずき。うん、え、でもやっぱりさ、外で見たら赤ちゃんじゃない。うん、お茶は、うん、私のお茶は、お茶はじゃないでしょ。なんていうの、じゃ入れていいよ。山盛りやな、めっちゃ。えあっちゃ、もう食べれん。え、これでも足りないんじゃない。おいしい、卵焼き。おいしい。え、それ全部食べれる？ほんまに。結構多いよな。いや、だいぶ多い。ハマってるの、また。なんか一回さ、前の家の時もさ、納豆一時期ハマってさ。いや、一時納豆食べとったでしょ。皆さん、こんにちは、ゆっちゃんです。で、なんでか知らんけど、この家買ってから一回嫌いになってて、うん、嫌いになってたってこと。いらんみたいな感じだったよな、うん、で、またなんか自分の中で再ブレイクしてる。じゃあお皿は、そう、卵焼き食べるときはそう、お皿持って食べて。またいらんっていう時期来るんか。これやろ、こうへん。いろんな味買ったらいいかな。いろんな味だよね。あるの、その種類。梅のやつもあるよな、納豆。梅味の。え？また口からなんか出たけど。あるって言うと口開けた。梅のタレみたいな。カトシそれ。あるよ、ね。食べたい。あんた納豆嫌やってない、いつも。梅なら食べれるの。梅干しみたいな顔してる。あやちゃんももうすぐ YouTube デビューじゃん。出るん、中学生になる。出たやん、出たい。どんなコメントあるかな。でもあやねやったらさ、めっちゃ気になれへん。あやねやったらさ、こういううちとママのさ、なんていうの、あれじゃなくて、ゆずきとのなんか仲良し動画みたいなのがいいよ。知らんけど、だからうちとママの面白さみたいな。え、自分おもろいと思ってる、思ってる、めっちゃめっちゃくちゃ思ってるから。きつー、めちゃくちゃ思う、めちゃくちゃ思ってるから。じゃあうちだってさ、 YouTube ママとさ、うちの料理動画見ていつも爆笑してるもん。うち一人で自分が出てるからやろ。俺でも出張先で
あれやで、YouTube 見るときずっと真顔やな。最低。え、それはさ、家族やからやろ。他人から見たらおかしい。いやいや、そういうだって、コメント欄であるもん。家族とかそういうのに抜いて、のシンプルに関西人として見て、ずっとスンってしてんの、俺は。嬉しそうやな、パパを。パパの方が嬉しそうやな、なんか。嬉しい。でも多分パパの方が嬉しい。え、今日はパパとお風呂入ってどんなお話したん、お風呂の中。こいつだ、めっちゃ。そうなの。どんなお話したん、じゃあ。え、内緒なん。内緒やんな。教えてほしいねんけど。ママの悪口。何悪口なんか言わないよね、ゆっちゃんはね。パパは言うけど。ママの悪口は言うけど。だってママとゆっちゃんもパパの悪口言ってるやろ。ゆっちゃんはパパの悪口言わない。悪口っていうか、いびきがうるさいよねとかそんなんだけやで。逆に教えてほしい、いびき以外何があんの。え、でもな、この間なあ、この間さ、ママは怒るねん。で、パパに怒られたことあるのって言ったらないって言ってた。ないやんの。ないもんだって。だってパパ優しいもんとか言うからさ、え、じゃあママ優しくないんとか言って、ちょっとそれで喧嘩してんですけど。パパだってゆっちゃん怒んないもんね。別にそれでいいやん。え、ひなは怒られたことある？あやは？ある。ママは？ある。パパは？ない。ないんだもん。マジで一回もないと。お前親バカやねんって。違う違う、じゃあそういうのじゃない。違う、俺はママが怒るの分かってるから怒らへんねん、絶対。誰が一番怖いん？ママ。みんな。痛い、うん、して。いや、ママ嫌いな。うん。大好きやけど、誰が怒んのって言われたらママやねんな。ちょっと待って、そんなちょっと外見が。これがこれ。トリテンション下がってるわ。チャンネル登録してよね。今日仕事帰りにさ、なんか白いよね。ドーベみたいに見えてきた。ドーベの髪型がなんかやめて。なんか長くなってきたからさ、ベートーベンみたいな。なんかベートーベン。それ色もやろ。なんか博士太郎とベートーベンみたいな感じ。でも髪伸びたなってめっちゃ言われん。切った方がええで、ほんまに。ほんまに、それは似合ってない。似合ってないもん、その伸びてきてんねん。ここは切りって。ダメだ、ほんまに。しゃあない、もう今から。どうでもできるやん。あ、ほんま、それが、もうそれでいいねん。うるさいな、もう。そうだな。ほんまなんて。いいやんな、ゆずちゃん。パパはパパでいいね。ね。うん。そうやで、金髪した時とかもなんか変な感じや、なんかうわーみたいな感じ。え、でもさ、染める前はさ、パパでやめてって言ってたやん。そうやで、でも染めた後、わーってなってる中、ゆずきはこっそり俺にパパだから髪の毛どんな色でもかっこいいよって言ってくれるの。かわいい。パパはパパだもん。あー、そうなの。ゆずきだけやで、ほんま。どないなっとんねん。